西野です。ナダルです。さあ、じゃあ明日のチキンチャンネル、なんやこれ。ああなりたくない芸人。ええこれ言い回しがちょっとあれですけど、うん、言うたらもうすごすぎてっていう。すごすぎて尊敬の意を込めて、あの尊敬の意を込めて、ああはなりたくないって言う。例えばナダルさんで言うと、もう絶対に楽して稼ぎたい。楽して稼ぎたい。でも意味わからんもしんどい。でも結構逆の人もおるやん。もうどんどん仕事したい。おんの。だからそれで言うと、俺はナダルさんが、俺は全然なりたいねんけど、ナダルさんが思うああはなりたくないは濱家さんやと思うな。ずーっと働きたいねんて濱家さん。ああそうなんや。そう、それって逆じゃん。それはちゃうかな。もうなんていうの、もうできるだけ働きたいんだよ。今はもう稼ぐだけ稼ぐと。ほうほうほう。でももう仕事バン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 やりたいですが濱家さん。なるほど。それは、ああはなりたくないでしょ、だから。俺はもう、でも、それで言うと、パーッと仕事やって、パーッと引退したいけどね。何のためにこんなやってるのか分からへん。楽はしたい。うん。じゃあ、それで言うと、あれ、パッと思い浮かぶ。ジャルジャルさん。が何？ちょっときついかも。ああはなりたくない。言うたら、多分、ジャルジャルさんは、才能あるね、とんでもなく。うんうんうん。ネタを、もうだって尽きたことないって言うやん、ネタの案が。でもやっぱ深いなって思ったのがさ、楽しんでんねん、ほんで、それを。いや、ほんで、まさにそのこと言ってたけど、うん、対談した時に、うん、こんな雑誌で、ジャルジャルさんってもう湯水のごとく、湧き出てくるわけじゃないですか、ネタが、うん、って言われてたの、あの、インタビューの時に。で、福徳さんが、いや、それめっちゃ言われるけど、みたいな。あの、僕らほんまに、天才でもなんでもなく、天才みたいな。考えてる。めちゃくちゃ合ってるから、うん、2人で。でずっとネタやってる。ずーっと俺らネタ考えてるから、じゃあネタ考えてるから出てるだけで、なんか湯水のごとくとかだったらちょっとちゃうんや。ちゃうっていう。言うたらだからそんだけネタにかけてる時間が多いってことや。そうやな、ね、ずーっとネタのこと考えてる。それこれ無理。ああはなりたくない。ネタがやっぱ思いつかへん。まあでもいわゆるずーっとネタ。で毎日さ動画上げるのも大変やん。毎日上げる。週4でも大変やん。はい。これやっぱすごい、ジャルジャルさん。すごいって意味でね。まあ、やっぱ、ああはなりたくないね。ああはなりたくない。あの、本当にこの、強調してるの全部西野なんです。違う。で、僕が気づいたら、このタイトルになってると、あと、僕がジャルジャルさんやっぱ大変やなって言って、ああはなりたくないってずっと言ってんの。理解してもらったら分かると思う。あと、まあ、プロ根性とかで言うと、ロッチ中岡さんとか。ああ、え？中岡さんはなんで？もうキャラ作りがすごいやん。キャラ作り？髪の毛の長いのもさ、あ、中岡さんがリアクションして顔出てきたらペターンってなってさ、ほんまやな、イッテ Q とかで。そうそう、ずっとあの髪型でさ、もう大変やのも、うん、あの髪型を維持すんのか。そう、ずっとロン毛、うん、誰が言ってんねんって話だけど。いや、俺はもうハゲてるからさ。中岡さんはさ、すごい熱いと思うね、今とか。あ、まあまあ、そのもうロッチ中岡さんといえば、あの世界のいろんなお祭りとか、そういうのがしんどそう。もうその髪の毛、とにかく髪の毛いいです。髪の毛の維持大変そう。コカドさんは、コカドさんもでもなんか楽しそうじゃない。コカドさんはなりたい。なりたい、ネタ考えながらやん。ああ大変。じゃあコカドさんもああはなりたくないには、でもまあ中岡さんの方がしんどい。まあ髪の毛ずっといいですよ、大変。なんだろうそれ。バカリズムさんとかとんでもない、多分脚本とかドラマとか、もうそれこそずーっと机に、いつ考えてんのみたいな。で俺この前飛行機の中でなんか見れるやん、うん、お笑いの映像とか、うん、パッて見たらバカリズムさんの単独ライブがあったから、それ見たやん。めっちゃおもろくて、こんな忙しい中こんなネタも考えてんねやみたいな。そのなんかすごいけど、うん、なんていうのそのもうほんま天才という、もうずっと考えてあるようなすごい人って、うん、やっぱそれで言うとう大さんとか。あ、う大さん本来一緒かもな、バカリズムさん、う大さん、う大さん、あのカモメンタル、う大さん、キューマさん、大井キューマさん。あー、キューマさんな。キューマさんやばいらしいな。台本、テレビ局からコント番組の台本締め切りまでに2本、あ、1本か2本でいいんで、ちょっといただきますかで、キューマさん5本とか送ったやつです。すごいで、ほんまに。それこそずっと考えてるんで、いや、この辺はやっぱもうちょっと考えられないんだけど、西野もだってさ100本とか書いたことあるって言ってたやん。あるある、あの30分のそのショートストーリーみたいな。俺やっぱね、
慣れてないっていうのもあったけど、30分ですら、もう頭、きつなの、ほんま。これ何書いてんの俺自分が今。うん、しんどい、ね。結構。こんなドラマとかさ、やってるわけでしょ、ここら辺のレベル。すごいよ。でも、ああはなりたくなるね。HG さん。あ !HG さん。レーザーダム。プレバとずっと出てはるから。まあ言うたら、西野がね、ちょっと、絵描く仕事あって、うん、まあそれでも結構しんどそうやったんですけど。まあまあまあ、ほんまに時間かかった。その日じゃないぐらいの絵やから、クオリティだってさ、最近 HG さんの楽屋行ったらさ、大体絵描いてる。ずっと絵描いてる、うん。まあ、とんでもない才能なんですけど。そうね、すごいめっちゃうまいし、ちょっと心揺さぶられるぐらいの絵描かはる。うん。もうちょっと無理や。絵描かない。でも、キングコングの西野さんが絵本出した時、うん、俺も絵本描こうかなって言ってた、うん。いけるかな思って。西野さん、いや、絵本って簡単やろって。って思ってたんや。うん。でも、無理でしょ、うん、うん。大変やった。いや、HG さん。ずっと絵描いて。ちょっと俺はすごいなと思っちゃう。あれ無理やな。無理やな。ああはなりたくないね。うん。俺、あいつもすごいと思う。レインボー池田。うわ、なんで？いや。動画すごいか。動画、やっぱ池田って、うん、ずーっとなんか撮ってんねん。やっぱり自分のチャンネルもやってるし、で、レインボーチャンネルって、あれ毎日更新やろ、あれ。あ、そうなの？そうやで。そのジャンボはやってるけど、池田って自分の個人チャンネルもやってるから、で、レインボーチャンネル毎日投稿でしょ？プラス、自分の個人チャンネルもやってる。でも、もちろん仕事も忙しいやん。で、あいつ SNS とかもめっちゃやってるから。もう俺、携帯とかパソコン見てる時間えげつないんちゃうかな。もうだから、すごい。めっちゃ頑張ってんねや。めっちゃ頑張ってる。ナダル軍団です。あ、ほんまや。すごいな。で、めっちゃ頑張ってて、ナダル軍団でしょ。あーはなりたくない。あーはなりたくないね。すごいなっていう意味で言うと、カモメンタルのマキオさん。ああ、ここにマキオさんが来る。やっぱね、ウダイさんの天才やん。うん、ネタはやっぱ天才おもろいって言うけど、はい、その元でずっとついていく精神力。ああ。やっぱちょっとすごかった。共演してましたね。共演しました、ネタ変えてない芸人で。うん。ネタ変えてない芸人で、うん、マキオさんはわーってやってたやん。うん、で、あれなんで、五十嵐野さんが、うん、誰が何語っとんねんって一周されたんですけど、はい。でも、やっぱ、それを見て、ああ、なりたくないな、じゃないのよ。じゃないのよ。ちょっと、マキオさんの黄色、ちょっと違うよな。やっぱ、カレーもすごいし。カレーもすごいし。なんやろ。やっぱな、うん、俺無理やわ。やっぱ、ただでさえさ、ネタ合わせの時に、いや、それちゃうねんとか言われたら。あ、俺にな。そうそうそう。いや、とかなるやん。めんどくせえってな、うん。それだけの日々。なるほど。だから、そんだけウダイさんのことを、こう、なんていうの、もう、全部従う。昔はちょっとさ、バチバチ揉めたりとかもあってんけど、はい、今はやっぱウダイさんの力が上がりすぎて、うん、何にも反抗できない状態になって。そんだけ、もう、ウダイさんの全てを受け入れるのが無理。そうそう、これ器。だから、対等にやろうと、もう無理、対等無理やろ。だから、何ですか？ああはなりたくない。なるほど。頼むからもうちょっと糸細くできて。いや、ここだけ編集して、だからめっちゃ入れようかな。糸が。ってことは？糸がちょっと太すぎるの。それで言うと、ナダルさん、プライベートないっていうやん。うん。それこそ、クロちゃんさんとかもっと、ね。あー、クロちゃんはすごいね。クロちゃんさんにはなりたくないんじゃん。やっぱクロちゃんは多分きついと思う、ね。うん。監視カメラ家にあるとか、そうそう、あれってやっぱ次元ちゃうやん。クロちゃんってやっぱ返しめっちゃ優しいから、なやかやで。あー。なんとか、クロちゃんな。クロとか。なんか、あ、シロちゃん、クロちゃん、逆とか、一般の人も全然。うん、うろ覚えやん。うん。シロちゃん、クロちゃん、逆とか、全部さ、一般の人。クロちゃん、クロちゃん、逆全部やる。俺やらへんか、そんな。アドレスちゃんみたいに言わないね。やるわけないやん、そんな。ナダル、さんつけろ、とか、ね。サービス精神すごいから。うん。だから、あれは無理ってことでしょ？無理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 。天才。面白い。結局天才ばっかりみんなが天才の集まりですよ。天才の集まりや、ね、小バカにしてるの西野だけ。いや、小バカ、ま、全く小バカにしてない。天才。だから天才やからこそ、天才になるにはもうしんどいから、ずっと。ずーっとしんどいから。頼むから楽したいです、僕は。ああはなりたくないってことですよ、ね。楽させてください、ほんまに。楽ね。はい。ああなりたいっていうのは誰？心上司。なるほど。所ジョージさんだよ。所ジョージさんみたいになりたい。おぎやはぎさん。ああ、
なんでそんな頑張って仕事するのって言ってくるから。ほんまそうっすよね。あー、なるほどな。だから、おぎやはぎさんが頑張ってないみたいな、努力はしてきたよ、絶対。うん。だから。でも努力してきたから今があるやん、おぎやはぎさん。うん、その否定してる風にも聞こえるんだ。あの、わからへんけど。なんでそんな急角度で悪いもん。いや、わからへんけど。いや、だからそんな頑張って仕事どうすんのって言われて、あ、やっぱいいなと思った。それぐらいの。全然今の段階で否定してる要素一切なかったけど、どういう角度からそれ言った？いや、なんか、俺びっくりしてんけど。この流れで。今否定してるように聞こえたけど。この流れで、うん、羨ましいな、所ジョージさんのあの、ゆったりした感じ羨ましいな。おぎやはぎさんのその仕事頑張ってどうするのっていうぐらいの余裕ある感じ。ってことはさ、おぎやはぎさんが今まで努力してないみたいな。わからへんで。この皆さんがやっぱりこう、うん、はい。ああはやりたくないなっていうか、うん、まあまあ、凄すぎてね。はい。凄すぎて、うん、この名前が上がったという。うん、もうずっと毎日ネタ考えるだとか、もういろいろずっと絵描く。いや、すごいよ、ほんまに。ずっと働きたいとか、はい、そういうのは、ちょっとなかなか。はい、僕はもう尊敬の一つしかないです。僕もですよ、それはもちろん。はい、当たり前やんか。じゃないとやってないよ、この企画。それやめて、この顔。わかる。それじゃないとやってないよ、この企画って。ああはなりたくない芸人。どういうことちょっとわかんないですけどね。言い回しなんとかちょっと後で見せろ、叱ります。ということで、ありがとうございました。